九。四次郎が進めるので、三四郎はとうとう西洋圏の会へ出た。その時三四郎は黒い紬の羽織を着た。この羽織は、三股のおみつさんのおっかさんが織ってくれたのを紋付きに染めて、おみつさんが縫い上げたものだと母の手紙に長い説明がある。小包が届いた時、 一応着てみて面白くないから、戸棚へ入れておいた。それを余次郎が、もったいないからぜひ着,着ろ、着ろという。三四郎が着なければ、自分が持って行って着そうな勢いであったから、つい着る気になった。着てみると悪くはないようだ。三四郎はこのいでたちで、余次郎と二人で西洋圏の玄関に立っていた。余次郎の説によると、 お客はこうして迎えべきものだそうだ。三四郎はそんなこととは知らなかった。第一自分がお客のつもりでいた。こうなると、紬の羽織ではなんだか安っぽい受付の気がする。制服を着てくればよかったと思った。そのうち会員がだんだん来る。四次郎は来る人を貫えて、きっと何とか話をする。ことごとく窮地のようにあしらっている。 お客が帽子と街灯を九死に渡して、広い橋五段の横を暗い廊下の方へ折れると、三四郎に向かって、今のは誰それがしだと教えてくれる。三四郎はおかげで、知名な人の顔をだいぶ覚えた。そのうちお客はほぼ集まった。約三十人足らずである。広田先生もいる。野宮さんもいる。これは理学者だけれども、 絵や文学が好きだからというので、原口さんが無理に引っ張り出したのだそうだ。原口さんは無論いる。一番先へ来て、世話を焼いたり、愛嬌を振りまいたり、フランス式の髭をつまんでみたり、万事忙しそうである。やがて着席となった。めいめい勝手なところへ座る。譲るものもなければ、争うものもない。そのうちでも広田先生は、 呪いにも似合わず、一番に腰を下ろしてしまった。ただ、四次郎と三次郎だけが一緒になって、入り口に近く座を閉めた。その他はことごとく偶然の向かい合わせ、隣同士であった。野宮さんと広田先生の間に、島の羽織を着た批評家が座った。向こうには正司という博士が座についた。これは四次郎の、 いわゆる文化で有力な教授である。フロックを着た品格のある男であった。髪を普通の倍以上長くしている。それが伝統の光で黒く渦を巻いて見える。広田先生の坊主頭と比べるとだいぶ相違がある。原口さんはだいぶ離れて席を取った。あちらの角だから遠く三四郎と間向かいになる。折襟に 幅の広い黒ジュースを結んだ先がパッと開いて胸いっぱいになっている。四次郎がフランスのアーティストはみんなああいう襟飾りをつけるものだと教えてくれた。三次郎はソップを吸いながらまるで凹火の結び目のようだと考えた。そのうち談話がだんだん始まった。四次郎はビールを飲む。いつものように口をきかない。さすがの男も 今日は少々慎んでいると見える。三四郎が小さな声で。ちと、ダータ・ファブラをやらないかと言うと。今日はいけない。と答えたが、すぐ横を向いて、隣の男と話を始めた。あなたのあの論文を拝見して、大いに利益を得ました。とか何とか礼を述べている。 ところがその論文は彼が自分の前で盛んに罵倒したものだから三四郎にはすこぶる不思議の思いがある。四次郎はまたこっちを向いた。その羽織はなかなか立派だ。よく似合う。と、白い門をことさら注意して眺めている。その時向こうの端から原口さんが野々宮に話しかけた。 元来が大きな声の人だから、遠くで応対するには都合がいい。今まで向かい合わせに言葉を交わしていた広田先生と、庄司という教授は、二人の応答を途中で遮ることを恐れて談話をやめた。その他の人もみんな黙った。会の中心点が初めて出来上がった。野々宮さん、光戦の圧力の試験はもう済みましたか いやまだなかなかだ。随分手数がかかるもんだね。我々の職業も根気仕事だが、君の方はもっと激しいようだ。絵はインスピレーションですぐ描けるからいいが、物理の実験はそううまくはいかない。インスピレーションにはへききする。この夏あるところを通ったら、婆さんが二人で問答をしていた。 聞いてみると、梅雨はもう明けたんだろうかどうだろうかという研究なんだが、一人の婆さんが、昔は雷さえなれば、梅雨は明けるに決まっていたが、近頃じゃそうはいかないとこぼしている。すると一人が、どうしてどうして、雷ぐらいで明けることじゃありゃしないと憤慨していた。絵もその通り、今の絵はインスピレーションぐらいで描けることじゃありゃしない。ねえ、田村さん。小説だってそうだろう 隣に田村という小説家が座っていた。この男は自分のインスピレーションは原稿の催促以外に何にもないと答えたので大笑いになった。田村はそれから改まって野宮さんに光線に圧力があるものか、あればどうして試験するかと聞き出した。野宮さんの答えは面白かった。マイカか何かで16ムサシぐらいの大きさの薄い円盤を作って、 水晶の糸で吊るして、真空の内に置いて、この円盤の面へ、アーク島の光を直角に当てると、この円盤が光に押されて動く、というのである。一座は耳を傾けて聞いていた。中にも三四郎は腹の中で、あの福神漬けの缶の中に、そんな装置がしてあるのだろうと、状況の際、望遠鏡で驚かされた昔を思い出した。 君、水晶の糸があるのかと、小さい声で余次郎に聞いてみた。余次郎は被りを振っている。野宮さん、水晶の糸がありますかええ、水晶の鉱ね。酸水素水管の炎で溶かしておいて、両方の手で左右へ引っ張ると細い糸ができるんです。 三四郎は、そうですか、と言ったぎり引っ込んだ。今度は野宮さんの隣にいる島の羽織の批評家が口を出した。我々はそういう方面へかけると全然無学なんですが、はじめはどうして気がついたもんでしょうな。理論上はマクスウェル以来予想されていたんですが、それをレベデフという人が初めて実験で証明したんです。 近頃あの水星の方が太陽の方へ引きつけられるべきはずであるのに、出るたびにいつでも反対の方角になびくのは光の圧力で吹き飛ばされるんじゃなかろうかと思いついた人もあるくらいです。批評家はだいぶ感心したらしい。思いつきも面白いが、第一大きくていいですね。といった。 大きいばかりじゃない。罪がなくて愉快だ。と、広田先生が言った。それでその思いつきが外れたら、なお罪がなくていい。と、原口さんが笑っている。いや、どうも当たっているらしい。光線の圧力は半径の二乗に比例するが、引力の方は半径の三乗に比例するんだから。 物が小さくなればなるほど、引力の方が負けて、光線の圧力が強くなる。もし水星の方が非常に細かいパーチクルからできているとすれば、どうしても太陽とは反対の方へ吹き飛ばされるわけだ。野々宮はつい真面目になった。すると原口が例の調子で、罪がない代わりに大変計算が面倒になってきた。やっぱり一例一概だ。 といった、この一言で、人々は元の通り、ビールの気分に服した。広田先生がこんなことを言う。どうも、物理学者は自然派じゃダメのようだね。物理学者と自然派の二次は、少なからず万丈の興味を刺激した。それはどういう意味ですかと、 本人の野宮さんが聞き出した。広田先生は説明しなければならなくなった。だって、光線の圧力を試験するために、目だけ開けて自然を観察していたってダメだからさ。自然の献立のうちに、光線の圧力という事実は印刷されていないようじゃないか。だから人工的に、水晶の糸だの、真空だの、 マイカだのという装置をして、その圧力が物理学者の目に見えるように仕掛けるんだろうだから自然派じゃないよ。しかし、ロマン派でもないだろう。と、原口さんが混ぜ返した。いや、ロマン派だ。と、広田先生がもったいらしく弁解した。 光線と光線を受けるものと普通の自然界においては見出せないような位置関係に置くところが全くロマン派じゃないか。しかし、一旦そういう位置関係に置いた以上は光線固有の圧力を観察するだけだから、それからあとは自然派でしょう。と野々宮さんが言った。すると物理学者はロマン的自然派ですね。 文学の方で言うと、イブセンのようなものじゃないかと、スジムコウの博士が比較を持ち出した。さよう、イブセンの劇は野々宮君と同じくらいな装置があるが、その装置の下に働く人物は、光線のように自然の法則に従っているか疑わしい。これは島の羽織の批評家の言葉であった。 そうかもしれないが、こういうことは人間の研究所を記憶しておくべきことだと思う。すなわち、ある状況のもとに置かれた人間は、反対の方向に働きうる能力と権力とを有している。ということなんだが、ところが妙な習慣で、人間も光線も同じように機械的の法則に従って活動すると思うものだから、 時々飛んだ間違いができる。怒らせようと思って装置をすると笑ったり、笑わせようともくろんでかかると怒ったり、まるで反対だ。しかしどちらにしても人間に違いない。と、広田先生がまた問題を大きくしてしまった。じゃあ、ある状況のもとに、 ある人間がどんな所作をしても自然だということになりますね。と、向こうの小説家が質問した。広田先生はすぐ。ええ、ええ、どんな人間をどう描いても世界に一人くらいはいるようじゃないですか。と答えた。実際人間たる我々は、 人間らしからざる行為動作をどうしたって想像できるものじゃない。ただ下手に書くから人間と思われないんじゃないですか小説家はそれで黙った。今度は博士がまた口を聞いた。物理学者でもガリレオが寺院の釣りランプの一振動の時間が振動の大小に関わらず同じであることに気がついたり、 ニュートンがリンゴが引力で落ちるのを発見したりするのは、初めから自然派ですね。そういう自然派なら、文学の方でも結構でしょう。原口さん、絵の方でも自然派がありますかと、野宮さんが聞いた。あるとも、恐るべきクールベイという奴がいる。バリテブレイ、何でも事実でなければ承知しない。 しかしそう消結を極めているものじゃない。ただ一派として存在を認められるだけさ。またそうでなくっちゃ困るからね。小説だって同じことだろねえ君、やっぱり、モローやシャバンヌのようなものもいるはずだろうじゃないか。いるはずだ。と、隣の小説家が答えた。食後には卓上演説も何もなかった。ただ原口さんが、 しきりに九段の上の銅像の悪口を言っていた。あんな銅像をむやみに建てられては、東京市民が迷惑する。それより、美しい芸者の銅像でもこしらえる方が気が利いているという説であった。四次郎は三次郎に、九段の銅像は原口さんと仲の悪い人が作ったんだと教えた。会が済んで、外へ出るといい月であった。今夜の広田先生は、 庄司博士に良い印象を与えたろうかと、四次郎が聞いた。三次郎は、与えたろう、と答えた。四次郎は共同水道線のそばに立って、この夏、夜散歩に来て、あまり暑いからここで水を浴びていたら、巡査に見つかって、すり鉢山へ駆け上がったと話した。二人はすり鉢山の上で、月を見て帰った。帰り道に、四次郎が三次郎に向かって、 突然借金の言い訳をしだした。月の冴えた比較的寒い晩である。三四郎はほとんど金のことなどは考えていなかった。言い訳を聞くのでさえ本気ではない。どうせ返すことはあるまいと思っている。四次郎も決して返すとは言わない。ただ返せない事情を色々に話す。その話し方の方が三四郎にはよほど面白い。 自分の知ってる去る男が失恋の結果、世の中が嫌になって、とうとう自殺をしようと決心したが、海も嫌、川も嫌、噴火口はなお嫌、首をくくるのはもっと嫌というわけで、やむを得ずピストルを買ってきた。買ってきて、まだ目的を遂行しないうちに友達が金を借りに来た。金はないと断ったが、ぜひどうかしてくれと訴えるので、 仕方なしに大事のピストルを貸してやった。友達はそれを七に入れて一時をしのいだ。都合がついて七を受け出して返しに来た時は肝心のピストルの主はもう死ぬ気がなくなっていた。だからこの男の命は金を借りに来られたために助かったと同じことである。そういうこともあるからなと、 よ次郎が言った。三四郎にはただおかしいだけである。その他には何らの意味もない。高い月を仰いで大きな声を出して笑った。金を返されないでも愉快である。よ次郎は。笑っちゃいかん。と注意した。三四郎はなおおかしくなった。笑わないでよく考えてみろ。 俺が金を返さなければこそ、君が峰子さんから金を借りることができたんだろう。三四郎は笑うのをやめた。それでそれだけでたくさんじゃないか。君、あの女を愛しているんだろう四次郎はよく知っている。三四郎はふんと言って、また高い月を見た。 月のそばに白い雲が出た。君、あの女にはもう返したのかいや。いつまでも借りておいてやれ。のんきなことを言う。三四郎は何とも答えなかった。しかし、いつまでも借りておく気は無論なかった。実は必要な二十円を下宿へ払って、残りの十円をそのあくる日。 すぐ里見の家へ届けようと思ったが、今返しては、えって行為に背いて良くないと考え直して、せっかく門内に入られる機会を犠牲にしてまでも引き返した。その時何かの表紙で気が緩んで、その十円を崩してしまった。実は今夜の会費もそのうちから出ている。自分ばかりではない。四次郎のもそのうちから出ている。後にはようやく二三円残っている。 三四郎は、それで冬シャツを買おうと思った。実は四次郎が到底返しそうもないから、三四郎は思い切って、この間国元へ三十円の不足を請求した。十分な学習を月々もらっていながら、ただ不足だからと言って請求するわけにはいかない。三四郎は、あまり嘘をついたことのない男だから、請求の理由に至って婚客した。仕方がないから、 ただ友達が金をなくして弱っていたから、つい気の毒になって貸してやった。その結果として、今度はこっちが弱るようになった。どうか送ってくれ、と書いた。すぐ返事を出してくれれば、もう届く自分であるのに、まだ来ない。今夜あたりはことによると、来ているかもしれぬくらいに考えて、下宿へ帰ってみると、果たして、母の手で書いた封筒が、ちゃんと机の上に載っている。 不思議なことに、いつも必ず書き留めでくるのが、今日は三千切って一枚で済ましてある。開いてみると、中はいつになく短い。母としては不親切なくらい、用事だけで申し納めてしまった。依頼の金は野宮さんの方へ送ったから、野宮さんから受け取れという指図に過ぎない。三四郎は、床を取って寝た。翌日も、その翌日も、 三四郎は野宮さんのところへ行かなかった。野宮さんの方でも何とも言ってこなかった。そうしているうちに一週間ほど経った。しまいに野宮さんから下宿の下女を使いに手紙をよこした。おっかさんから頼まれたものがあるからちょっと来てくれろとある。三四郎は講義の隙を見てまた理科大学の穴蔵へ降りて行った。 そこで立ち話の間にことを済ませようと思ったところが、そううまくはいかなかった。この夏は、野々宮さんだけで占領していた部屋に、髭の生えた人が二、三人いる。制服を着た学生も二、三人いる。それがみんな熱心に、静粛に、頭の上の日の当たる世界をよそにして、研究をやっている。そのうちで、野々宮さんは最も多忙に見えた。 部屋の入り口に顔を出した三四郎をちょっと見て、無言のまま近寄ってきた。国から金が届いたから取りに来てくれたまえ今ここに持っていないから、それからまだ他に話すこともある。三四郎は、は、と答えた。今夜でもいいかと尋ねた。野々宮は少しく考えていたが、しまいに思い切って、よろしいと言った。 三四郎はそれで穴倉を出た。出ながら、さすがに理学者は根気のいいものだと感心した。この夏見た福神漬けの缶と望遠鏡が依然として元の通りの位置に備え付けてあった。次の講義の時間に四四郎に会ってこれこれだと話すと、四四郎は馬鹿だと言わないばかりに三四郎を眺めて、 だから、いつまでも借りておいてやれと言ったのに、余計なことをして年寄りには心配をかける。総八さんにはお断義をされる。これくらい愚かなことはない。と、まるで自分からことが起こったとは認めていない申し分である。三四郎もこの問題に関しては、もう四次郎の責任を忘れてしまった。従たって、四次郎の頭にかかってこない返事をした。 いつまでも借りておくのは嫌だから、うちへそう言ってやったんだ。君は嫌でも、向こうでは喜ぶよ。なぜこのなぜが、三四郎自身には、幾分か虚偽の響きらしく聞こえた。しかし相手には何らの影響も与えなかったらしい。当たり前じゃないか。僕を人にしたって同じことだ。 僕に金が余っているとするぜ。そうすれば、その金を君から返してもらうよりも、君に貸しておく方がいい心持ちだ。人間はね、自分が困らない程度内で、なるべく人に親切がしてみたいものだ。三四郎は返事をしないで、講義を筆記し始めた。二三行書き出すと、四次郎がまた、耳のそばへ口を持ってきた。 俺だって、金のある時はたびたび人に貸したことがある。しかし誰も決して返したものがない。それだから、俺はこの通り愉快だ。三四郎はまさか、そうか、とも言えなかった。薄笑いをしただけで、またペンを走らし始めた。四次郎もそれからは落ち着いて、時間の終わるまで口をきかなかった。ベルが鳴って、 二人肩を並べて競馬を出るとき、四次郎が突然聞いた。あの女は君に惚れているのか二人の後から続々長考生が出てくる。三次郎はやむを得ず、無言のまま、はしご段を降りて横手の玄関から、図書館脇の空き地へ出て、初めて四次郎を帰り見た。よくわからない。 余次郎はしばらく三四郎を見ていた。そういうこともある。しかし、よく分かったとして、君、あの女のハズバンドになれるか三四郎は、未だかつてこの問題を考えたことがなかった。峰子に愛せられるという事実そのものが、彼の女のハズバンドたる唯一の資格のような気がしていた。言われてみると、 なるほど、疑問である。三四郎は首をかしげた。野宮さんならなれる。と、四次郎が言った。野宮さんと、あの人とは何か今までに関係があるのか三四郎の顔は、掘り付けたように真面目であった。四次郎は一口。知らん と言った、三四郎は黙っている。また野宮さんのところへ行って、お談義を聞いてこい。と言い捨てて、相手は池の方へ行きかけた。三四郎は愚烈の看板のごとく突っ立った。四次郎は五六歩行ったが、また笑いながら帰ってきた。君、いっそよしこさんをもらわないか と、言いながら、三四郎を引っ張って、池の方へ連れて行った。歩きながら、あれならいい、あれならいい、と、二度ほど繰り返した。そのうち、またベルが鳴った。三四郎はその夕方、野々宮さんのところへ出かけたが、時間がまだ少し早すぎるので、散歩方々、四丁目まで来て、シャツを買いに、大きな動物屋へ入った。 小僧が奥からいろいろ持ってきたのを撫でてみたり、広げてみたりして、容易に買わない。わけもなく応用に構えていると、偶然、峰子とヨシコが連れ立って、香水を買いに来た。あらと言って挨拶をした後で、峰子が。せんだっては、ありがとう。と、礼を述べた。三四郎には、このお礼の意味が明らかに分かった。 峰子から金を借りたあくる日、もう一遍訪問して余分をすぐに返すべきところをひとまず見合わせた代わりに二日ばかり待って三四郎は丁寧な令状を峰子に送った。手紙の文句は書いた人の書いた当時の気分を素直に表したものではあるが、無論書きすぎている。三四郎はできるだけの言葉を早々と配列して、 感謝の意を熱烈にいたした。普通のものから見れば、ほとんど借金の令状とは思われないくらいに湯気の立ったものである。しかし感謝以外には何にも書いてない。それだから自然の勢い、感謝が感謝以上になったのでもある。三四郎はこの手紙をポストに入れるとき、時を移さぬ峰子の返事を予期していた。ところが、 せっかくの封書はただ言ったままである。それから峰子に会う機会は今日までなかった。三四郎はこの微弱なる、この間はありがとうという反響に対してはっきりした返事をする勇気も出なかった。大きなシャツを両手で目の先へ広げて眺めながら、よしこがいるからああ冷淡なんだろうかと考えた。それからこのシャツも この女の金で買うんだなと考えた。小僧はどれになさいますと催促した。二人の女は笑いながらそばへ来て一緒にシャツを見てくれた。しまいに芳子がこれになさいと言った。三四郎はそれにした。今度は三四郎の方が香水の相談を受けた。一向わからない。ヘリオトロープと書いてある瓶を持って いい加減に、これはどうです、と言うと、峰子が、それにしましょう、とすぐ決めた。三四郎は気の毒なくらいであった。表へ出て別れようとすると、女の方が互いにお辞儀を始めた。よし子が、じゃあ行ってきてよ、と言うと、峰子が、お早く、と言っている。聞いてみて、 妹が兄の下宿へ行くところだということが分かった。三四郎はまた綺麗な女と二人連れで追い分の方へ歩くべき酔いとなった。日はまだ全く落ちていない。三四郎は芳子と一緒に歩くよりは、芳子と一緒に野宮の下宿で落ち合わねばならぬ機会をいささか迷惑に感じた。いっそのこと、今夜は家へ帰って、 また出直そうかと考えた。しかし、四次郎の、いわゆるお談義を聞くには、ヨ子がそばにいてくれる方が便利かもしれない。まさか人の前で、母からこういう依頼があったと、遠慮なしの注意を与えるわけはなかろう。ことによると、ただ金を受け取るだけで済むかもわからない。三次郎は腹の中で、ちょっとずるい決心をした。 僕も野宮さんのところへ行くところです。そう、お遊びにい,いえ、少し用があるんです。あなたは遊びですかい,いえ、私もご用なの。両方が同じようなことを聞いて、同じような答えを得た。しかし両方とも迷惑を感じている景色がさらにない。 三四郎は念のため邪魔じゃないかと尋ねてみた。ちっとも邪魔にはならないそうである。女は言葉で邪魔を否定したばかりではない。顔ではむしろなぜそんなことを質問するかと驚いている。三四郎は店先のガスの光で女の黒い目の中にその驚きを認めたと思った。事実としてはただ大きく黒く見えたばかりである。 ヴァイオリンを買いましたかどうしてご存知三四郎は返答に窮した。女はとんじゃくなくすぐこう言った。いくら兄さんにそう言っても、ただ買ってやる買ってやるというばかりで、ちっとも買ってくれなかったんですの。三四郎は腹の中で、野宮よりも広田よりも、 むしろ四次郎を避難した。二人は追い分けの通りを細い路地に折れた。折れると中に家がたくさんある。暗い道を小言の剣道が照らしている。その剣道の一つの前に止まった。野宮はこの奥にいる。三次郎の下宿とはほとんど一丁ほどの距離である。野宮がここに移ってから三次郎は 二三度訪問したことがある。野々宮の部屋は、広い廊下を突き当たって、二段ばかりまっすぐに上がると、左手に離れた二間である。南向きによその広い庭をほとんど縁の下に控えて、昼も夜もしごく静かである。この離れ座敷に立てこもった野々宮さんを見たとき、なるほど、家を畳んで下宿をするのも悪い思いつきではなかったと、 初めて来た時から感心したくらい居心地のいいところである。その時、野宮さんは廊下へ降りて、下から自分の部屋の軒を見上げて、ちょっと見たまえ、わらぶきだと言った。なるほど、珍しく屋根に瓦を置いてなかった。今日は夜だから、屋根は無論見えないが、部屋の中には伝統がついている。三四郎は伝統を見るやいなや、わらぶきを思い出した。 そうしておかしくなった。妙なお客が落ち合ったな。入り口であったのかと、野宮さんが妹に聞いている。妹は叱らざる胸を説明している。ついでに三四郎のようなシャツを買ったらよかろうと助言している。それから、この間のバイオリンは和製で音が悪くっていけない。買うのをこれまで延期したのだから、 もう少し良いのと買い替えてくれと頼んでいる。せめて峰子さんくらいのなら我慢すると言っている。その他、似たり寄ったりのダダをしきりにこねている。野宮さんは別段怖い顔もせず、と言って優しい言葉もかけず、ただそうかそうかと聞いている。三四郎はこの間何にも言わずにいた。ヨ子は愚かなことばかり述べる。 かつ少しも遠慮しない。それが馬鹿とも思えなければ、わがままとも受け取れない。兄との応対をそばにいて聞いていると、広い日当たりのいい畑へ出たような心持ちがする。三四郎は、来たるべきお談義のことをまるで忘れてしまった。その時、突然驚かされた。ああ、私忘れていた。峰子さんのおことづてがあってよ。 そうか。嬉しいでしょう嬉しくなくって野宮さんはかゆいような顔をした。そうして三四郎の方を向いた。僕の妹は馬鹿ですね。と言った。三四郎は仕方なしにただ笑っていた。馬鹿じゃないわ。ねえ、小川さん。 三四郎はまた笑っていた。腹の中ではもう笑うのが嫌になった。峰子さんがね、兄さんに文芸協会の演芸会に連れて行ってちょうだいって。里美さんと一緒に行ったらよかろう。ご用があるんですって。お前も行くのか無論だわ。野々宮さんは、 行くとも行かないとも答えなかった。また三四郎の方を向いて、今夜妹を呼んだのは真面目の用があるんだのに、あんな呑気ばかり言っていて困ると話した。聞いてみると、学者だけあって、存外淡白である。よしこに縁談の口がある。国へそう言ってやったら、両親も依存はないと返事をしてきた。それについて本人の意見をよく確かめる必要が起こったのだという。 三四郎は、ただ結構です、と答えて、なるべく早く自分の方を片付けて帰ろうとした。そこで、母からあなたにご面倒を願ったそうで、と切り出した。野宮さんは、なに、大して面倒でもありませんがね。と、すぐに机の引き出しから預かったものを出して三四郎に渡した。 おっ母さんが心配して長い手紙を書いて起こしましたよ。三四郎は余儀ない事情で月々の学費を友達に貸したというが、いくら友達だってそうむやみに金を借りるものじゃあるまいし、よし借りたって返すはずだろうって。田舎の者は正直だからそう思うのも無理はない。それからね、三四郎が貸すにしてもあまり貸し方が大げさだ。親から月々学費を送ってもらう身分でいながら、 一度に二十円の三十円のと人に用立てるなんていかにも無分別だとあるんですがね。なんだか僕に責任があるように書いてあるから困る。野宮さんは三四郎を見てニヤニヤ笑っている。三四郎は真面目にお気の毒ですと言ったばかりである。野宮さんは若い者を決めつけるつもりで言ったんでないと見えて少し調子を変えた。 何心配することはありませんよ。何でもないことなんだから。ただ、おっかさんは田舎の相場で金の価値をつけるから、三十円が大変重くなるんだね。何でも三十円あると、四人の家族が半年食っていけると書いてあったが、そんなものかな、君。と聞いた。よしこは大きな声を出して笑った。三四郎にも、 バカげているところがすこぶるおかしいんだが、母の異常が全く事実を離れた作り話でないのだから、そこに気がついた時には、なるほど、軽率なことをして悪かったと少しく後悔した。そうすると、月に5円の割だから、一人前1円25銭に当たる。それを30日に割り付けると、4銭ばかりだが、 いくら田舎でも少し安すぎるようだな。と、野々宮さんが計算を立てた。何を食べたら、そのくらいで生きていられるでしょう。と、ヨ子が真面目に聞き出した。三四郎も後悔する暇がなくなって、自分の知っている田舎生活のありをいを色々話して聞かした。その中には、宮も森という慣例もあった。 三四郎の家では、年に一度ずつ、村全体へ十円寄付することになっている。その時には、六十個から一人ずつ出て、その六十人が仕事を休んで、村のお宮へ寄って、朝から晩まで酒を飲み続けに飲んで、ご馳走を食い続けに食うんだという。それで、十円と、よしこが驚いていた。 おん子はこれでどこかへ行ったらしい。それから少し雑談をして、一段落ついた時に、野宮さんが改めてこう言った。何しろ、おっかさんの方ではね、僕が一応事情を調べて不都合がないと認めたら、金を渡してくれろ。そうして面倒でも、その事情を知らせてもらいたいと言うんだが、金は事情も何にも聞かないうちに、もう渡してしまったしと、どうするかね。 君、確かに佐々木に貸したんですね。三四郎は、峰子から漏れて、ヨ子に伝わって、それが野宮さんに知れているんだと感じた。しかしその金が巡り巡って、ヴァイオリンに変形したものとは、兄弟とも気がつかないから、一種妙な感じがした。ただ、そうです、と答えておいた。佐々木が馬券を買って、 自分の金をなくしたんだってね。ええ。ヨシコはまた大きな声を出して笑った。じゃあ、いい加減におっ母さんのところへそう言ってあげよう。しかし、今度からそんな金はもう貸さないことにしたらいいでしょう。三四郎は貸さないことにする胸を答えて挨拶をして立ちかけると、 よしこももう帰ろうと言い出した。さっきの話をしなくっちゃ。と、兄が注意した。よくってよ。と、妹が拒絶した。よくはないよ。よくってよ。知らないわ。兄は妹の顔を見て黙っている。妹はまたこう言った。 だって仕方がないじゃありませんか。知りもしない人のところへ行くか行かないかって聞いたって、好きでも嫌いでもないんだから、何にも言いようがありゃしないわ。だから知らないわ。三四郎は、知らない和の本意をようやく得得した。兄弟をそのままにして、急いで表へ出た。人の通らない見当ばかり明らかな路地を抜けて、表へ出ると、風が吹く。 北へ向き直るとまともに顔へ当たる。時を切って自分の下宿の方から吹いてくる。その時三四郎は考えた。この風の中を野宮さんは妹を送って里見まで連れて行ってやるだろう。下宿の2階へ上がって自分の部屋へ入って座ってみるとやっぱり風の音がする。三四郎はこういう風の音を聞くたびに 運命という言葉を思い出す。ゴとなってくるたびにすくみたくなる。自分ながら決して強い男とは思っていない。考えると、状況以来自分の運命は大概四次郎のためにこしらえられている。しかも多少の程度において和気愛善たる本能を受けるようにこしらえられている。四次郎は愛すべきいたずら者である。 交互もこの愛すべきいたずら者のために自分の運命を握られていそうに思う。風がしきりに吹く。確かに四次郎以上の風である。三四郎は母から来た三十円を枕元に置いて寝た。この三十円も運命の本弄が生んだものである。この三十円がこれから先どんな働きをするかまるでわからない。 自分はこれを峰子に返しに行く。峰子がこれを受け取るときにまた一煽り来るに決まっている。三四郎はなるべく大きく来ればいいと思った。三四郎はそれなり寝ついた。運命も四次郎も手を下しようのないくらい健やかな眠りに入った。すると半症の音で目が覚めた。どこかで人声がする。 東京の火事はこれで二編目である。三四郎は寝巻きの上へ羽織を引っ掛けて窓を開けた。風はだいぶ落ちている。向こうの二階屋が風の鳴る中に真っ黒に見える。家が黒いほど家の後ろの空は赤かった。三四郎は寒いのを我慢してしばらくこの赤いものを見つめていた。その時三四郎の頭には 運命がありありと赤く映った。三四郎はまた暖かい布団の中に潜り込んだ。そうして赤い運命の中で狂い回る多くの人の身の上を忘れた。夜が明ければ常の人である。制服を着けてノートを持って学校へ出た。ただ三十円を懐にすることだけは忘れなかった。 あいにく時間割の都合が悪い。三時までぎっしり詰まっている。三時過ぎに行けば、よしこも学校から帰ってきているだろう。ことによれば、里見京介という兄もうちかもしれない。人がいては、金を返すのが全くダメのような気がする。また四次郎が話しかけた。夕べは、お談義を聞いたか 何お談義というほどでもない。そうだろう。野々宮さんは、あれでわけのわかった人だからな。と言って、どこかへ行ってしまった。二時間後の講義の時に、また出会った。広田先生のことは大丈夫。うまくいきそうだ。という、どこまでことが運んだか聞いてみると、 いや、心配しないでもいい。いずれゆっくり話す。先生が、君がしばらく来ないと言って聞いていたぜ。時々行くがいい。先生は一人者だからな。我々が慰めてやらんといかん。今度何か買ってこい。と言いっぱなして、それなり消えてしまった。すると、次の時間にまたどこからか現れた。今度は何と思ったか、講義の最中に突然、 金、受け取ったりやと、電報のようなものを白紙へ書いて出した。三四郎は返事を書こうと思って教師の方を見ると、教師がちゃんとこっちを見ている。白紙を丸めて足の下へ投げた。講義が終わるのを待って初めて返事をした。金は受け取った。ここにある。 そうか。それは良かった。返すつもりか無論返すさ。それがよかろう。早く返すがいい。今日返そうと思う。うん。昼過ぎ遅くなら、いるかもしれない。どこかへ行くのか行くとも。 毎日毎日絵に描かれに行く。もうよっぽどできたろう。原口さんのところかうん。三四郎は四次郎から原口さんの宿小を聞き取った。